アイデンティティだから。チャイムの音が鳴って始まる学校の授業、必死に書き写す黒板の文字。考える時間よりも覚える時間、記憶力で決まる。学校のテスト、見本を見せられて自分を殺す教育。言い換えれば扱いやすい人を増やすための教育。何一つ生み出すことができない、そんな人が増えてく気がした。学校生活、卒業して大人になって聞かれる、あなたがしたいこと、やりたいこと、夢、目標、あなたらしさ、自分らしさってもう全部なさかった。アイデンティティとオリジナル曲でした。ありがとうございます。